ということでお家です。お邪魔します。で何しに来たんだっけ？ボールバッグ。ちょっとまさか今日自分家でこんな回してると思わなかった。いやいや結構すごいことしてますよ。じゃあ出発します。行ってきます。はいということで、田村君の運転する車に乗り込みました。ありがとうございます。で今僕の家でゴルフに必要な道具とバーベキューのクーラーボックス。クーラーボックス。食材後で買おう。はい。でどうする？結構さ、はい、ゴルフ行ってバーベキュー、バーベキューとかだと結構時間経つよ。そうっすよね。でもちょうど今もう12時ぐらいか。いやどっかカフェ行くか。うん。だって何したいんだって。江戸川行きたいっつってたよね。そうなんですよ。なんか久しく帰れてないと言いますか。我らが、はい、地元江戸川。じゃあ江戸川行く？ドライブ？ドライブしますか？江戸川ドライブする。江戸川ドライブして、はい、ゴルフして、でバーベキュー。バーベキュー。そんな感じにする？はい。もう一個重ねたら結構ボリューミーだもんね。いやこの間レンともさ、はい、話してたんだけど、でレンも車運転してるって。だって免許いつ取んの？もう何年前？いやー。通ってはいたんですけどね。だって当初俺のあのキャデラック譲ろうかみたいな話あったよ、はい、まだジュニアかなんかの時、亀散歩の登場したキャデラック、そうこちら1台目ね、これまだ俺持ってるんだけど、これを譲ろうかってね、はい。いやでも初心者マークのキャデラックってどうなんすかね。いや全然俺そうだって。本当ですか？俺のことバカにしたのよ。いや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 そうだから車さ、はい、免許取ったら、だってゴルフとか行くのもさ、いつも俺が運転じゃん。はい。お前ん家迎え行ってさ。ありがとうございます。いいんだけど、いつも俺お前の足そのまま仕事現場とかたまに送るじゃん。だってこの道にもう何回も通ってますもんね。うん。仕事じゃん。送ってくしかないじゃん。はい。で俺もさ、ほらゴルフとかで行き俺ね帰りお前ねみたいにしたいじゃん。確かに。疲れてますもん。運転好きそうな感じしないの？どう？感覚的に。いや、結構うまいと思います。いや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 。いや、本当にうまいと思います。なんで取んないの？通ってたでしょ？通ってました。9ヶ月過ぎちゃって。行けよ。もうだって31の年です。31でしょ。おしゃれな指輪して。これパリで買いました。かっこいいパリで。はい。何これは？ちなみに。セリーヌです。これは？これセリーヌです。それ一緒に買ったやつじゃないですか。どこから来てきたんだよ。お、伊達と、はい、はい、お願いします。いや、この前ですよ。なんか、あれですよね、気づかなかったの俺。ちゃんと今日伊達だからこれ着てきたの。いや、だってそのパンツもそうじゃないですか。そうだよ、だから今日伊達仕様できたんだよ。ありがとうございます。食報カトゥーンの番組、ね、カトゥーンの番組に出させていただいた時に空き時間があったんだよ、はい、仕事の収録と今からちょっと買い物に行きたいんだけどってなって、あ、じゃあついて行かせてもらっていいですかっていうことで。そうそうそう、僕はザロー、ザローとセリーヌさんの、セリーヌのデニム、あとドクターマーチンの、はい、するかな、いけるかな、いけてます、ウルフズヘッドのコラボ。いやそれ持ってないですからね。持ってないですよ。です、今日は。でこれもザローとザローアイバーンの、はい、コラボですよね。お届けしてます。宮田さんは今日はもう全身セリーヌですか、はい、全身。靴も？靴もです。はぁ、あ。パリ行ってたもんね。行ってました。これ言っていいやつな？行ってます、行ってます、行ってます。大丈夫です。パリ何しに行ってたの？パリは、セリーヌの、あの、ファッションの。すごいね。はい。セレブじゃん。いやいやいや、オーデン。セレブ。だってと俺の共通項で言うと、まあ洋服とか好き。はい。なんか、買い物とか行きたかったな、今日。俺、秋冬あんま買ってないんだよね。いやでもどうなんですか、好きなブランドのやつあるじゃないですか。うん、あ、一応買った、ちょっと。あ、本当ですか。ソロイストね。はい、ソロイスト。お世話になってます。お世話になってます。宮下さん、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、もともとだからナンバーナイン時代からだからね。いや、長いよ俺は。イメージめちゃめちゃありますもん。そうだから、デザイナーの宮下さんがもう20代前半くらいの頃からよくしていただいていて、はい、俺の舞台とかもさ、はい、のれんも当時そのナンバーナイン作ってくれたの。マジですごいっすよ、あれ。佐藤浩市さんの名前が入った、
佐藤浩市さんか。そうそうそう、浩市さん名前いただいて。そうだったんですね。だってお前ののれん、伊達ののれん、はい、亀梨君からいただいた、うん、のれんです。いや俺ちょっと気づいたんだよ、はい、俺結構お前って言うよね。そうっすね。気になってなかったんですか。気になんないよね、会話の中じゃ。いややっぱ後輩だからこそ気になんないですかね。なんないよ。でもどちらかというと伊達の方が多くないですか。まあ伊達、まあ、お前も言うよ、お前らさ。いやお前の場合さ、あー言う言う、よくない。いやなんかそこの気になってる感じはなかったです。見てる人がやっぱテレビとかだと言わないよ多分。あー言わないですね。オフだと言ってんだろうね。今日もう YouTube ってやっぱオフな感じでやってるから出ちゃうんだろうね。で今日お前マイナス1ポイントですね。でそうなるとテレビと一緒になっちゃうよ。そうか、いいな。俺もちゃんとしちゃうじゃん。じゃあプラス1ポイント。もう亀梨やるよ。じゃあ今から。いいの。ダメっすよ。もう超亀梨やるよ。ダメっすダメっすダメっす。はい、用意スタート。ダメっす。さあということで宮舘君と一緒にドライブを楽しんでます。いや宮舘君もう終わっちゃう。になるよ。終わっちゃった。になるよ。いやダメっす。いいの。もうダメっす。ちゃんとできるよ俺仕事も。いやいや。それでいいの。ダメっす。そもそもさ、はい、伊達との俺の、俺と伊達っていつ出会ったの。いやでもそれこそ、うん、ドリームボーイズで、うん、河合くんが紹介してくれたんですよ亀梨君。そんな紹介システムとかないかな。いやいや、あこれはもう本当に鮮明に覚えていて何その紹介システム。そういうシステムないんで。あの後輩で宮舘ってやつがいるんですけどっていう紹介をしてくれたんです。ああそうかも、はい、亀梨君のことがっつってね、はい、で、お家に呼んでいただいて、うん、前の家だった。いやもう今の家。はい。あそう、変わってないです。だから当時横尾君と河合君と僕宮舘が一緒に合わせていただいてたって感じですね。だってもう10代ですもん。例えば、はい、だってそうだよ、大学進学悩んでたよね。はい、やめるか19、18ぐらい。スノーマン、そう考えると俺結構みんなのなんかその振動的に会社辞めるかみたいな時期。いやがっつりドリームボーイズなんだよね。そうなんですよ。阿部ちゃんとかもすごい覚えてるわ。いや阿部はもうもう専念するか。はいね、瀬戸際でしたもんね。よかったよ阿部ちゃんもなんかキラキラしてて。今テレビとかさ見てるとさ、みんなもう大活躍してるからさ、まあ遠くに行っちゃったなと思うんだけど。いやいやいや、でもさ現場とかで見るとさ変わらずなんか「あ悲しくない」みたいに来てくれるじゃん。はい、やっぱ嬉しいよ。今年の今年かな、ね、去年の年末のあのライブとかあったじゃん。はいはい、あの時に東京ドームの、ね、はい、今年が22年から23年の年、はい、去年か、うん、東京ドームの楽屋で亀梨君がこうフラッとスノーマンストーンズの楽屋にいたのか。俺がストーンズとそうですそうですのダメ出しをちょっとしてたんだ。はい、イミテーションレインとかなんかやってた時、こうしたいしたいって言ってた時に、一緒にもっとこうしようよって話をしに行ってたんです、はい、めちゃめちゃ話してたじゃないですか、うん、なんかあの光景は懐かしくて確かにすごいいい時間でしたね。もともとどういう路線でやりたかったの、宮舘涼太的に。そのスノーマンは一回置いといたとして、なんか自分でも定まってなかったんですけど、うん、なんかそれこそ何でもできる人っていうスタンスでは言いたかったんですよね、うん、お芝居、はい、歌ダンス、歌ダンス、バラエティ、バラエティ。なのでなんか今のまあ何でもできるっていう言い方はあれですけど、今結構夢叶ってる感じはします。おいいじゃん。はい、まあお芝居も今度がっつり。歌舞伎やってんじゃん。はい、歌舞伎すごいよね。今はすごくいい広がり方をしてきたなっていうのはさせてもらってるなっていうのは思いますね。だからそうちょっと自分がいじられる、いじられキャラ的なのも受け入れられるような企画ってことでしょ。はい、最初やっぱ嫌だった正直。そうですね、なんかなんて言っていいか分かんなかったです。そうだよね、はい、まあ分かる気持ちは。だってみんなさこのアイドルのさそこに入ってさお高いところでちょっとカッコつけてたいみたいなところで入ってきてるわけじゃん、はい、少なからず、はい、だからそこからこういじられたりとかさバラエティとかでさちょっと抵抗あるって感じも分かるよ。俺もあったもん最初、みんなあったと思う、うん、でもそこからさどう自分がやっていくかとか何を求めてもらってんのかみたいなさ。いやー本当に
だから俺もなんかこうなりたいあなりたいってすごい掲げてそれしかやんないみたいなタイプっていうよりはいただいたものとかをこう向き合ってって構築してったっていう感じはあるのかな。いやそれこそ亀梨君もオールマイティにやられるやん。どうなの後輩から移る亀梨和也今現在地点。なんか僕目線で言うとすごく成功されてるお手本って言ったんですよ。成功なんかすごいいろいろ話聞くじゃないですか。だから考えてることだったりこれやりたいと思ってるんだよなとか言われて、でもそれを全部形にするじゃないですか。今回のこの YouTube とか、いや YouTube に関してもだってすごく言ってたじゃないですか。でもそれが自分が思うより早いタイミングには来たけど、そうですよね。それ今だったんだと思いながら、でも言ってることをやっぱ形にするから。どっちで降りる？小松川と一年。俺どっちでもいいんだ。うわ、でも小松川じゃないですか。小松川で降りたい？はい。さあ降りますよ小松川。もう本当に母校ありますよ。ちった。降りる。俺それこそ CD の特典映像で地元を亀散歩したんだよ、はい、そうですよね。てかあれも見ましたね。 見たじゃないですか一緒に、はい、亀散歩 DVD 見た。はい。だってうち来るとさちょっと酔っ払うと俺の DVD めっちゃ見るよね。はい。2回も回しますもうえってって俺言うまで。なんだ止めますね。一回止めここがとか言って、この汗、汗来るよ、汗来たみたいななんでそもそも宮舘涼太はさ、はい、亀梨和也を気になったわけ。いや、もう忘れもしないです。グラチャンバレー。もうグラチャンバレー。はい。で、グラチャンバレーの時にジュニアの楽屋にカツ、カツ、カツ、カツって、はい、グラチャン出てたってことお前入った年ですよ。へぇ、はい、ずいぶん前だよね、カツンが。いやそうです。だから本当に極戦と信太の間ぐらいですか。信太天才地。そうです。だから俺朝ドラマ撮って名古屋とかで試合行って夜戻ってきてまたドラマっていうわやってたわ。歌番組で赤いちょっとごめんちょっと見てくんね。すごくないこの道。え変化してわかる。ちょっと映して映して。はい。ちょっと街灯のところとか映して。さあ何が違う。電柱がない。電柱っていうか電線ない。電線がない。すごくない？都会じゃない？え？うまうま。うなってんじゃない？うおお。ここら辺から出てくるんだけど。はい。あそここの通りないのよ。ちょっと綺麗になりましたね。しかも。うん。お腹空いたよね。なんか商店街でなんか買う？確かに食べ歩き的なものがあるのであれば。おおまんじゅう。なんですか水産。ああ、ここでさ海鮮買う。買おっか。いいじゃないですか。あ、いいじゃん。あ、じゃあ駐車場出た。出たあ、雲にダメになった。皆さん見てください。手回されちゃったんですね。同じ着着です。ありがとうございます。イエーイ。じゃあ買い出し行くか。はい。だから夜のご飯と、夜というかバーベキューのご飯と、はい、今ちょっとつまみのやつ買って。オッケー。じゃあ、はい。行きましょう。はい。これさ、はい、全然紹介できてなかったんだ。はい。これが我が愛車、SL350 のナイトエディション。ナイトエディション。だこの当時マットブラックって正規であんま全然出てなかったんだ。最近全然バカバカあるけど、10年以上前でした。10年ぐらいか。あ、10年前になりますか。そうだ。こういう感じ。よくない。です。じゃあちょっと買い物に行こっか。さあ我が地元に。はい。スーパースター。いやいやいや、スノーマンの宮舘涼太がついに降臨。いやいやこれはちょっとすごいことになっていましたね。お肉屋さんもあるよそこに。お、思い出した思い出した。じゃあこの商店街揃うじゃん。いいじゃないですか。ちょっと聞いてみよう。そうですね。かまぼこ、おでんだって。うわー、牛すじじゃん。うわ、おでんいいね。
はい、こちら檜山水産さんですか。どうも、こっち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 もこっちも宮舘です。宮舘くんです。どうしよう、どうしよう、どうしたの。今日 YouTube 撮ってるんですよ。うわー、すごい。おいしそう。ちょっとイカ大根とかどうする。今お腹空いて、私が見たのよ。あら、イカ大根食べようよ。イカ大根いただきますか。かぼちゃも食べたい俺。かぼちゃも昼ご飯。え、じゃあイカ大根煮とかぼちゃ煮一つと、あとカレーメンチを2つください。うわー、お母さんはどこへ行かれたんですか。お母さんちょっと今実家を引っ越しまして。ね、そうなんですよ。寂しくなっちゃったよ、お母さん。そうです、他の兄弟が。すいませんね。すごい、もうお母さんも来てくれたんです。あ、本当ですか。地元奥だ。またちょっと、うちの母いいキャラクターなんですか。そうなんですか。僕の前では普通、ごく普通の母ですけど。隠してるんですか。うちの母が猫かもしれないですか。あ、そうなんですか。 PTA の話全然知らない母の側面を。いや、いいじゃないですか。なんか美味しそうじゃん。牛すじで買って、牛すじカレーに入れる。あ、いいですね。いいですよ。牛すじカレーですか。はい、シーフードかなと思ったら、どっちも。でも牛すじもあるじゃないですか。混ぜちゃって、ミックス。はい、ミックス。じゃあすいません、牛すじを5本ください。あと、イカ巻きとシソ巻き、チーズ巻きも2本ください。以上で。椎茸も美味しそうじゃん。うわ、カレーに入れてますよ。椎茸揚げ、何個食べます。2つで。あ、でも5個200。じゃあ5個ください。そうなんです。そうです。彼も地元が江戸川で。そうなんです。江戸川スノーマン3人いるんですよ。3人います。すごい。じゃあそれをお願いします。わー、やっぱ時間あっという間だ。移してこういう商品。はい、あのチーズとか温かいから、はい、このままいただきます。ありがとうございます。すいません、突然。ありがとうございました。いただきます。ありがとうございます。平日のこの時間だからさ、はい、持ちますよ。少ない。持ってくれんのか。はい、いつもはそんなの絶対持たないよね。やめてくださいよ。やめてくださいよ。いつもはしょがやしない。やめてください。俺デビューしたから。うわ、もうちょっとその変な感じ、変な感じで行くんですか今日。変な感じで。あとお野菜、ちょっとここも交渉、次お前行ってきて。はい。うわ、結構人いますよ。すいません。じゃ、あのちょっと今 YouTube の撮影をしているんですけれど、 YouTube って映っちゃってまずいですか。あ、全然大丈夫。いいですか。本当ですか。あ、ありがとうございます。ちょっと回させてもらいます。ありがとうございます。ボガドマ役。はい。人参じゃない。人参さん、伊達さん、伊達さん、人参。あ、並ん。はい、お幸せに。はい、どうも、こんにちは。どうも。本当ありがとう。こんにちは。今 YouTube 撮ってるんだ、見てね。あ、どうも。スノーマン、スノーマンは、スノーマン。お父様にお会いしたことない。あ、本当ですか。ありがとうございます。あ、どうも、ありがとうございます。子供に報告しちゃおう。ありがとうございます。よし。はい、ありがとうございます。350円の208円のアボカド。いっぱい買いました。さつまいも。もうこんな感じでいいよね。はい。あとはカレー何入れる。肉屋さん、お肉屋さん。海鮮、海鮮、海鮮。もししたらこんなもんでいいんじゃん。はい。キノコか、キノコいいん。すごいですね。街でチャンカパーナ流れてるんですね。いや、俺さ、さあ、うぅ、久しぶり。え、だよね。ちょっと待ってて。俺が中学校の頃好きだった子がいた。ジェイシー。回さないでおく、回さないでおく。だて、はい、暑いよ俺。
顔赤くない？いや、赤かったですよ。今も赤いよね。なんか、いや、ちょっとびっくりしたな。いや、タイミング神がかってましたね。すごくない？はい。ちょっと今、びっくりしてる。なぜ俺がこんなに今、ポケってるかちょっと説明した方がいいですよね。忘れもしない12歳ですよ。中学校1年生、はい、まだ仕事始める前、入る前、ね、オーディションも受ける前に中学校入って、中学ってさ、はい、違う小学校からこう集まってくるじゃん、はい、でもう俺の通ってた小学校からその中学校行くのって本当少なかったんだ。あ、そうだったんですか。住んでる区域的に。へで、まあ中学入って、まあ、ある種本当一目惚れだよね。おした子がいたのに、その子とまさかの地元の八百屋さんで出会う。20年いや以上ぶりだよ。てかよく分かりましたね。いや変わってなかった。面影あって、あれと思って。急に止まったからびっくりしたんですよ。すごい、初めて会って地元を帰ってくることあるけど、はい、中学卒業して以来、あ、もうそれぐらい一回も会ったことなかった。ああ、じゃあだからもう本当に20年以上ぶり。へえ。ちょっとここ交渉してきていい？はい。うわー、てかここすごいな。お正月ここでちょっとだけ食べて、先生いるかな、ちょっと交渉してきます。はい、待ってて。ありがとうございます。でここでちょっとつまんでゴルフ場行こう。はい、OK。 じゃあどうも。今 YouTube 撮ってて、はい、カメラ自分のチャンネルの、はいはい、でちょっと、はい、商店街で買ったものを食べたいなと思って、はいはい、公園ってここの持ち物だっけ。公園は違うんだ。区の持ち物だから、どっかで食べれるとこ、ここで立ち食いとかしても。じゃあこの車の中でちょっと食べてていいですか。はい、すいません、ありがとうございます。はい、さあということで、はい、 OK 出ました。お、ここは僕の幼稚園通ってた。俺の地元紹介せっかくだから、あ、今でも再生掃除中だね。そうですね。じゃあ遠くから、ま、はい、パンパンだけ手する。ありがとうございます。こんにちは。今は自由時間？ありがとうございます。自由時間？自由時間？え、何歳なの？5歳。5歳。じゃあ来年小学生？うん、あ、楽しみ？うん、今 YouTube 撮ってる。見せて。こうやって。亀梨くん、ここの幼稚園だったんだよ。だからみんなと同じこういう体操着着てた。そうだよ、亀梨くん大杉新名幼稚園。ママに聞いてみ、亀梨くんと宮舘くんに会ったよって。誰？亀梨くんと宮舘くん。誰？宮舘くん。今大丈夫？お、すごい。先生大丈夫ですか？ごめんなさいね。なんかね、今ね、ちょっと映せないんだけど。すごい。柵、すごい。一発まで来た。こういう柵があって、この奥にね。一発まで来た。今何の時間なの？遊んでる。遊んでる。汗かいてるのいっぱいね。じゃあお兄ちゃんたちちょっとご飯食べてくるね。あ、またね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。かわいい。また来ていいの？ありがとうね。そうだよ、CM 出てるよ。パパと同じ携帯？YouTube。YouTube。カメチャンネル。見てね。見てね。いつも見てるの？始まったばっかだよ。見てね。ちょっと亀梨くんご飯食べてくる。またね。ありがとう。じゃあね。バイバイ。すいません、お邪魔しました。すごい。すごいな。パワフルでしたね。ねえ。かわいいね。元気だ。じゃあちょっと車でさっきの食べようぜ。はい、うわ。いや、可愛かったね。可愛かったですね。まさかの。まさかの。何も決めてないから、いろんなことが
置きますけど、地元で何から食べます？ちょっと待って、ダッチさん。はい、青空の下で食べようよ。え？でで、ダンシンダイナマイト、オードオードナイト。ダイナマイト、ダイナマイト、ダンシンオードナイト、オードナイト、ダイナマイト。仕上がりました。すげーよ、トランス。なんか気持ちいいね。久しぶりこんななんかゆっくりした時間なかったな、最近。ですよね、うん、だからそれをお届けしたかったんですよ。ありがとう。はい、檜山水産さん、はい、いただきます。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うまっ。おいしい。めちゃくちゃおいしいじゃん、これ。すごい、うまっ。めちゃくちゃおいしいね。ここは俺の本当にずっと亀梨でみんな通ってた幼稚園で、めっこもそうだったかな。うん、ね、今年の正月だよね。おいしいです。ふみととだけとあと、しゅんか、うん、仲良しの芸人さんので、4人で来たのか。だよね。そうです。椎茸むきます。はい。うん、うわ、うまっ。椎茸おいしい。ありがとうございます。なんか俺まだ心がちょっとザワザワしてるわ。え？でも奇跡的なことですよね。そうなんだよ。うわっ、かチーズ？え、ハムチーズ買ったっけ？買いましたよ、2本。2本ずつ。練り物食べてるっていいですよね。神社で練り物。美味しい。でもこの後は次回、次回も行くんですね。ゴルフ。はい、ということで皆さんまた見てください。よろしくお願いします。